キックオフ F マリノス、そうキックオフ F マリノス、そこ私もよく噛むんですよ。そうなんです。あ、僕も噛んじゃうんです。そうですよね。天神王子です。天神王子、はい、1月から、はい、月からあスタートしたんですね。はい、マサハルさんはじゃあどっか行マサハルさんはどっか。マサハルさんね、メール来ました。あ、メール、あ、そう、はい、次頼むぞ。力強い。力強いですよね。よくわからなかったら教えてくださいメール返してください。ああたまにね大先輩ですから、そういうことは言うんですけど、はい、どうですか。でも1ヶ月、はい、番組をやられて感想は。いやまだまだわからないことだらけですし、うんうん、毎度毎度緊張もしますし、あ噛みますし、うん、本当これからですね。どうですか、アッさん。いやいや、僕もね、最初やっぱ緊張しましたね。はい、まあ、徐々に、まあ、1ヶ月経ってきて、まあ、少しずつ慣れてきましたけど、あまだまだ噛みますね。あどんな雰囲気なんですか、スタジオって。菊まりのスタジオですか。カメラは何台あるんですか。3台ありますよね。はい、3台あるんだ、はい、どこ見ていいか分かんないですね。そうなん、そこなんですよ。そうですね、最初全然違うとこ見てました、はい、あさっての方向ってやつですね。後でテレビ見て違うとこ見てるなっていうのを、うん、あ気づかなかったんだ。後で気づくよくなんかこれね、こう2カメとかこうねやってるんですけど、はいはい、気づかないんですよ。あそんなの見てる余裕がない。余裕がないですね。なんかよくあの回ってるカメラはランプがついたりとか赤い、あーそうですそうですそうです、ね、今思えばそうです。多分ついてるんでしょうね。多分ついてる多分ついてると思うんですよね、はい、皆さん気づきました。カメラ目線じゃないなという。もうすでにみんな見た人聞くまり、あ素晴らしい。いや嬉しいですね。どうですかお二人のトークは。面白い。本当ですか。ハトさんが面白い。ありがとうございます。ありがとうございます。ハトさん面白いキャラなんですよ。やっぱそうなんですかね。ねえ、いやちょっとずつ、まあ、自分の色も出していこうかなと思ってるんですけど。なるほど。いや今日はね、はい、あのこの時間にお二人は本当はどういう人なんだろうっていう、はい、まああの仮の姿あるじゃないですか。鳩さんも仮の姿か。仮の姿まずもう素晴らしいプレイヤーであり、そしてもう将棋の腕前が半端じゃない、うん、初段ですもんね。ねえ、ねえもうすぐ2段。もう2段。すごいですよね。鳩さんの引退の時の、はい、三沢でやった、はい、あの試合 ご覧になりました皆さん。いやー本当ありがとうございますね。嬉しい。あの時にセレモニーで、はい、日本将棋会みたいな、はいはい、日本将棋連盟です。連盟からね、はい、プレゼントあのバッチっていうか、はい、なんですかね、あれ特注で作ってくれたんです。ねすっげえかっこいいんですよ、はい。王の中にサッカーボールが点がサッカーボールだった。ああ、玉っていう字になってる。玉っていう、はい、そう。あれかっこいい。いいです、玉。ねえ、いろんな名人がいらっしゃってた時も。そうですね。はい、でそれがだから、いわゆる鳩さんの仮の姿で。まあ、そうですかね。現役時代とかも半端じゃなかったっていう話。東方から、まあで小山さんどうですか。優しいですよね鳩さんね。すごく優しくて、まあ、始まる前とかも、人間らしさを出していこうって何でも大丈夫だからっていう、うん、人間らしさを出していこうと。そうなんです。いつも優しい言葉をかけてくださるんです。おそらく先週時代の時はその人間らしさ全開だったと思います鳩さんは。あ、そうなんですか。気になりますね。まあどうですかね人はどんどん成長していきますねああそうですか、はい、ああみんななんか当時の鳩さんを知ってる選手たちは恐れているという。なんかこう番組でもね少しやんちゃだったっていうお話をね、ありますよね。まあ伺ったんですけど、知ってますよ鳩選手のやんちゃエピソードみたいな。知ってる人いますかあほらみんな仮の姿しか知らないんだ鳩さん。いやいやいや、はい、えあブルーゲンの時ね。あそうですよね。本当にねもう先輩にいじられて僕も成長してきましたよ、うんうん。まあ、これから登場してくる天野選手のようでした。お天野選手も帰ってきましたから。マリノスの太陽ですから。本当そうですよね、はい、選手会長でしたからねずっと。そうですよ。 あいつがいれば、ね、どんなチーム状況でも明るく出るんです。あなるほど、はい、お呼びしますか。じゃあ呼びましょうね。はい、では登場いただきましょう。天野隆選手です。どうぞ。ほら太陽太陽あったかい。
します。おかえり、ただいま。ちょっとね、長かったっすね。長かった、お待たせしました。すみませんね、ちょっとちゃんと見たことしてたから早く呼んでくんないから。もうね、鳩さんがね、もう俺の話はいいからみたいなね。いやいやいやねえ、じゃあせっかくですから、小山さんもね、いろんなサッカー選手触れ合っていくと思いますけど、はい、何かこう天野さんに聞いてみたいこととかあります？まあ、インタビュー形式じゃないですけど、はい、聞くまりの、はい、ね、あのですね、まあ、ちょっとサッカーとかいきなりそう来た。ちょっと待って、趣旨分かんない。キックオフ F マリノ、キックオフしない。大丈夫大丈夫大丈夫、人間味、そう、人間味、人間味。沖縄でもですね、少しもあのサッカーのお話は聞いてきたので、はい、あの今日はでも天野選手が行ったらいろいろやってくれるっていう話を、あれで情報をいただいてたんで。やってはあるじゃん、知らなかったの。今日さっきボンバがやったあの変なおじさん、元祖誰か知ってる？え、知らないです。まさか。いや、確かにやってた。やってたでしょ。やってた。それはみんな見たい？見たい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 。それはクラマウスでこんなんなってやつだけど。鳩さん、それはクラブハウスでハトさんがよく僕に振ってくれて、僕らもやってたっていうのを。いや、ほらハトさんが振ってるんじゃないですか。いや、ちょっとあの試合負けた時とか、ね、ちょっと雰囲気悪かったんで、あれ変なおじさんいないって言ったら、あとこれ出てきてやってたっていうね。いや、さすがムードメーカー。いや、ね、素晴らしいです。いや、ムードメーカー必要。必要ですよ、本当に。ましてや今回復帰した3人の中で2人サイドバックで同じ、やっぱり天野と比嘉、うん、もう彼らはもう、あ、太陽、比嘉っちもそうですね。そう、比嘉、あそこにいます。比嘉っち、なんであんないつもあんな目充血してんだろうな。いつも酔っ払ってるみたいな。寝不足っすね。寝不足なんですね、寝ろよ。ねえねえ大事ムードメーカー。え、じゃあ天野選手が今までなんかその変なおじさん以外にやったことあります？こうみんなを盛り上げようとして自らをもう本当に、いや、ありますよ、絶対、うん、はい、集中捨ててない。結構わけないですよね。振ってるけど振ってますけど、そんなないですよね。あれあんまないよね。いや、あったでしょ。一発芸みたいなのはないです。あ、ないですか。そういうのは得意じゃない。あ、危ない。一発芸言っちゃうと振られるからね。そうそうそう。そこはもう担当がもう一人のサイドバック比嘉くんがいるんで、もうそこはもう信頼して任せてます。なるほどね。そう考えたら今年楽しみですよ。あ、ね、楽しみですよね、皆さん。ほら、ちょっとポイントはどこら辺になってきますか、今シーズン。今シーズンですか。今シーズンの10点サイドバックでいきますよ。まあ、超攻撃的ですから、ね、はい、行きます、攻撃的に、ね、チームのためにたくさん走ります。まあ、でもこれだけサイドバックが増えると、うん、今年のサイドの攻撃半端ないんじゃないですか。おお、まあ、僕はもうちょっとサイドバックなんで、はい、そこを重点的に見たいと思います。サイドサイド、ああ、なるほど、はい。まあ、運動量も必要ですしね、うん、はい。まあ、1年間ね、もうちょっと武者修行で出ていって、そうですね、うん、でまた帰ってきて、これをマリノスに還元してくれると思うからね、うん、ね、そうですね。もう寂しかったです。寂しかったよね。寂しかったですよね。皆さんそうですよね、寂しいっすよね。僕らも寂しかった。寂しかったですよ。ムードメーカーがいないから、はい、ヒーローインタビューしたいですか。ヒーローインタビュー僕もやりたいです。ぶっちゃけどうなんですか、あのヒーローインタビュー。僕もいつも困るんですけど、はい、もう試合終了後テンションも上がってるんですか。もう、なんかもうテンションめっちゃ上がってます。もう恥ずかしいとかないです。ああ、気持ちいいです。なんか恥ずかしいがないです。だもう自分見られてる。言いました言いましたね。なんか、はい、こういう時ってなんかちょっと恥ずかしいちょっとあるじゃないですか。でもああいう時ってなんかもう興奮して、うん、もうすごい楽しいです。何でもできちゃいそう。何でも言い過ぎだけど、私も聞くまりでね、あの取材に伺う楽しみですね。何ですか。何でめっちゃよ。何でもやらないって。何でもやらないけど、まあ、あの時間が長く続けばいいかなっていう感じの。あ、なるほどね。小山さん何かありますか。そうですね。これだから放送してるわけじゃないからね。あ、そうです。もう何でも聞けますよ。何でも何でも。そうです。まあでもね、あの一番皆さん聞きたいのは、はい、
小山ちゃんだと思う。そうですよ。いやいやいや、うん、うん、確かに鳩さんいいこと言いましたね、うん、小山ちゃんの、小山ちゃんとは、そう、小山ちゃんとは、あーいいっすね、小山ちゃんとは。多分皆さんは、まあ、僕の系列がいろいろ知ってるじゃないですか。はい、まあ、もうまあまあ、ママの方が知ってるじゃないですか、まあ、ある意味、はい、小山ちゃん、じゃあ小山ちゃん簡単にプロフィールそうご紹介させていただきます。いいす、ね、ありがとうございます、はい、愛知県出身、うん、はい、うん、何ですかこのフーって。ホリプロ所属1991年5月30日生まれなんと23歳、23歳、若い、切れた切れた、あ、入りました。あ、23歳、日産、おお、マリナス来るわ。来ますね、来ますね、来る来る。で、年女イエイで、はい、立教大学、はい、経済学部卒業、おい、はい、ね、立教、池袋のね、そうです、池袋キャンパスに通ってました。あのツツタがうわってなって、そうなんですよ、うん、あのキャンパスが綺麗でこの大学に、そうですよ、ね、行きたいなと思って。ミスターとか立教大学じゃないですか、長島。そうですそうです、ね、できるんですか、大先輩です、ね、できるんですか、まさか小山ちゃんやってって言うけど飲み会じゃないんだからね、もうね。あ、もしかして知ってたんじゃないですか、あれ小山ちゃん特技特技知ってた。あー、そっちか、また話が戻っちゃった感じです。小山ちゃんの特技あるんですよ。え、そうなんですね、僕は知ってるんです。あら、それを見せていただきましょう。趣味っていうか特技かな、特技。僕が将棋が好きなように、うん、趣味なように小山ちゃんの趣味は今までやってきたことがあるんです。何ですか。あ、おー、え、空手。いやいや、まさかそんな、ね、そんな、まさかそんな、こんな可愛い感じで、可愛らしい、やられない、全然天のっちやられないよ、絶対、そんな、絶対天のっちやられないもん、絶対、絶対やらないでしょ、絶対やらない、男だもんだって、絶対そんな、ね、歯なんて冗談蹴りとか全然、経験好きみたいな、ないないない、絶対ないです。でもね、まあ、やっぱり拳とか見てみたくないですか。見てみたい、見てみたい、肩やってください、肩。あー、いいですね、イエーイ、イエーイ、アイリーの型を披露してください、お願いします。なんていう、なんかあるんですか、その名前みたいな。型だと長いので、うん、型だと長い、型長いから、うん、まあ、天野しばき、天野っちしばき、まあ、政権とか、ちょっと待ってください、どういう感じですか、教えてください。まあ、大丈夫大丈夫、こうやってそっち、うん腹筋鍛えてんだろ。あ、そうだ、これは余裕でしょ。あ、優しい、今優しい、今優しい、いや、ちょっと優しいですね、今のはね、今優しいですよね。リアクションちょっと取りづらかった、もっと、もっと、ね、もっと、もっと、もっと、本気の本気のやつ、はい、うん、結構痛い結構痛かったですよ。おお、すげえ、ねえ、じゃあ俺も食らっていいっすか、せっかく俺ももらっていいっすか。いや、俺ももらっていいっすか、そういう、え、趣味、え、えいっじゃあ俺もいいっすか。あ、いいっすよ、じゃあ俺もいいっすかね。いいっすよ、ごちそうさまでした。もうちょっと下ね、おい、おい、おもうなんか変態の集まりみたいな感じだった聞いた。なんで空手を。黒帯ですよ。黒帯初段を
持ってます。あ、じゃあもういつもそのなんか格好でやりましょうよ、空手着で。あ、確かに。じゃあ僕もあの袴着て。あ、いいっすね、いいっすね。ね、うん、お互い初段だから。そうそう、いい、いいじゃないですか。やっぱりあの君に差をつけるためにも。ちゃんと TVK そこでカメラ回ってるからね。ね、ぐらいの感じで行きましょう。開幕戦、形から開幕戦、開幕戦、これないですか、聞くまりでそういうのないですか、そのもう並びっていうか、あれフロンタレの先やって、フロンタレの後です、後ですね、はい、そこでなんかちょバトルみたいなないですか。いや、そういうのやりたいですね。やりましょうよ、MC 盛り上げましょうよ、やりましょうよ。でも乱入しちゃえばいいんですよ、2人が MC バトル、よし、 MC バトル、 MC バトル、だからいきなりもうだからもう空手着でもう乗り込んじゃう、前に乗り込んじゃう、僕後ろでセットとかぶっ壊しちゃったりとかしてね。でもそう、いたわりとかしてました。部活で、高校時代部活でやってたんですけど、え、なんでいたわりをしたいと思って。おかしいよ、なんでですかね。僕は今まで思ったことないですね、いたわり。男の子でもないです。割りたいっていう かっこよく見えたんですよ。まあ、あとは誤審にもなりますしね。あ、誤審にね、誤審通過ね、もう。ね、なんかじゃあ、あれじゃないですか、もうあの試合前のなんかあのイベントで愛理ちゃんのいたわりとかね。いやー、やらないバッコミツクリね、っやってさすがね、やってもらうってことですけど、すっげー地味な感じだと思いますけど。そうですね、いいですね、うん。まあ、それか選手にね、試合前にこう一発ずつ殴ってもらって、こう、なんで猪木さんなんだよ。ハイタッチじゃなくて、向こうだけど、人だけコーンいい、いい、いい、よくない、よくない、いい、いいじゃないですか。ねえ、そういうなんか、あの新コーナー作りましょう。そう、新コーナー、そうそう、それをあの聞くまりでやって、募集してみんなからこういうことやってみたいな。そうですね。ねえ、いいじゃないですか。いい、いい、すごいね、やっぱり、さすがアマノッチ。あれ、アマノッチも出たの、聞くまりに。もう2人の聞くまり、いや、まだね、スタジオ出ないですよ、結構高いんですよ。あ、ギャラ出てないです、こっち、こっちが。ない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 、行きますよ、遊びに来てください、行きたいですよ。もうね、俊介はもうあのー、正月番組のね、うん、焼肉のあのー座談会で、罰ゲームで決まってるんです。あ、そうなんですか。はい、あ、見てくれました、ありがとうございます。出演が決まってるんですね。出演決まってるんです。あ、え、まだじゃあ誰も出演してないんですか。してないです。あ、そうですね、スタジオには。あ、じゃあ第1号やっぱり行きたいっす。天野っち、天野っちじゃないですか、これ。行きたいっす。いいっすか。ぜひぜひおざーす、ね、行きたい。天野っちと日がっちの、はい、いいっすね。 TVK プロデューサーお願いします。お願いします。ムードメーカー対談みたいな。お願いします。お願いします。ね、どっちが本当のムードメーカーかみたいなね。すげえどんよりした会議室とかに行っちゃって、じゃあ2人何も喋ってなかったし、いや、いいっすね。面白い、面白い、ね、面白そうですよね、うん、いや楽しい。すげえ楽しい。あ、ちなみにですね、あとね、ピアノ12年やってる。あ、そうですね、3歳からずっとやってました。ピアノと空手は一緒にしちゃダメでしょ。そうですね、ダメでしょ、ね、相反するものですね。そうだよね、なんかピアノも聞きたいですよね。あ、聞きたい、聞きたい、ピアノ聞きたい。オープニングピアノから始まった。おい、いい、いい、おい、おい、おい、うん、いい。じゃあ外練習が必要になるんです。いいでしょ、やろうよ、そういうね、いいね、ね、スタジアムね。あ、いいね、ピアノいいね。もうセンターサークルにピアノを置いても、ね、佐藤さんが歌って歌っていいね、いい、いい、いいね。筋肉マンかぶって、うん、あ、筋肉マンかぶって懐かしの、懐かしのやつ。トラベル何ですかそれ。筋肉マンはどこで筋肉マンやったんですか。ここで筋肉マンやりました。実は忘れたんですか。あれ、え、あ、やってたあれ、大丈夫ですか。やってましたよ。ちょっともう4年前、やってたでもあの時より10キロ痩せたから筋肉なくなっちゃいました。でまた締まってるわけじゃないですか、やっぱそれは。いや、痩せた、あの、痩せっぽっち、痩せっぽっち。いや、でも本当そのすごいんですよ、食事とかもすごく気にされてて。あ、徹底してるんだ。いや、気にしてます。経験代よりはなんか肉が、あ、だんだん食べられなくなってきますよね。そうなんです、そうなんです。アマモッチはなんか食事とか気をつけてるんですか。はい、気をつけてます。何は食べないとか、夜は脂っこいものは食べない。
ないように。あ、食べないんだ。まあ、膝怪我してそういうのもすごい、そういうなんかこう食事でも変わるって聞いたんで、まあ、そういうのをやってタンパク質多く取ってみたいな。そういうのはタンパク質だけどね。あ、そうっすね。あれでも膝とかそういうなんかあのグルコサミンみたいなの必要なんか首にあのコラーゲンを入れてます。入れてね。あ、そうなんだ。世田谷育ちのやつは使ってないですよ。世田谷育ちのお子さんよくやってたじゃ ん、 なんかあのクラブハウスで。クラブハウスでグル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 ってやってたじゃん。やってたよ。やってたよ。また振られんのよ。びっくりするわ。ちょっと見たいですね。見たいよ。浜内のグルコさんが見たい。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 やっぱりでもそうです。でも本当にサッカー選手は怪我が怖いですね。そうですね。もうなんか格闘球技っていうか格闘技ですもんね。そうですね。バチバチですよね。はい、戦場ですね。ねえ、あの筋トレも大変だと思いますけど、どこ鍛えるのかちょっと嫌です。疲れます。いやー、やりたくないけどやんなきゃいけないみたいな。まあ、下半身。下半身。下半身は上半身は結構こうまあ力入れるから、うん、下半身こう鍛えるのは結構よくやってたじゃん。空気椅子振ります。振りますね。これほら現役時代の鳩さんがこう垣間見られる感じですよね。そうですね。ちょっと見えてきました。 ね、 ね、空気椅子やってたでしょ。やってましたね。皆さんにやっぱりちょっと見たいですね。いやいや、ちょっとそんなね。じゃあ俺あれ立っとくから、ここ壁になるから、壁になるから。あ、そんなね。これずっとやんさ、今日このままずっと。そうそうそう。あ、いいっすね。あ、いいっすね。鳩さんの顔全然見えないですけど。全然見えないけど。鳩さん、はい、あれこうストップウォッチ持って、はい、やるんですよ。1分間ぐらい、うん、結構きついですよね。あ、本当にやってたんです。本当にやるんです。え、1分間ですか。1分間。そうですね。あれ、あれ、やってみた方がいいんじゃないか、これ。でも、やってみたい。やってみたい。やってみたいですか。さすが格闘家だね。じゃあ、そっち壁にあってあげて。じゃあ、わかりました。アイリーの人間椅子。俺はさっき後ろだったけど。そうですね。うん、結構、でも1分ですよ。うん、1分ですよ。無茶ぶり。じゃあ、いや、いけるんじゃないですか。はい、どうぞ。いけるんじゃない。1、2、3、4、5、6、このシュールなトークショー、すげえシュールなトークショーになってる。ねえ、おきつい。いや、すごいですね。マイク持たないとダメですよ。小山ちゃんちょっとね、緊張してきた。いやー、1分はね、だからどうやって、いや、下半身ね、やっぱり大事ですもんね。そうですね。下半身はどうやって鍛えればいいんですか、鳩さん。あと鳩さん、鳩さんの下半身の鍛え方。あとはね、片足スクワット。まあ、そうですね、片足スクワット。片足スクワット、もうしゃがんで。あれあれあれ、どういう感じだろう。椅子があるんですよ。はい、はい、椅子なんで、椅子にこう、お尻をこっちをつけてこう上がる。うわー、こういうのを、まあ、キャンプでもやったんですけど、これを30秒かな、30秒かな、ずっとこうやってやり続けて、まあ、次のステーション行くとかはやりました。今回のキャンプ果たしてなかったですけど、その時はすごい重り持って重り持ってやりましたけど、そういうのをやってます。キャンプの楽しみって何ですか。なんか面白いことありました、沖縄。いや、僕ヒロキと同じ部屋だったんですけど、うんうん、面白いことですか。まあ、ヒロキが自体つまんないんで。すごい仲良しなんですよね。そうなんですよ。喋んないからヒロキは、まあ、俺はひたすら喋って、うんうん、まあいつが突っ込んでくるみたいな感じですね。うんうん、まあ、天野の弟みたいな存在だもんね。そうそう、俺ヒロキはそうですね、俺の弟みたいな感じなんで、まあ、可愛がってあげてます。身長差すげーあります。どっちが兄貴だか分かんない感じだけど。そうですね。あ、そうですか。あ、もうそんな時間早いわ。ずっと喋っててもいいですけどね。あっという間。あっという間っすね。もう終わりですか。もう終わりですって。早い。また天野選手もいろんなところに皆さんと、はい、触れ合っていただくので、はい、そうですね。来てください。はい。いや、じゃあ、あの、なんだかなっていうトークショーでしたけど、はい、結局何が残ったのかわからないトークショーだったんですけど。皆さん、これから菊丸をよろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。はい。
菊まりは、はい、金曜日の夜10時から、はい、夜10時からでございます、はい、お願いします、はい、こんなことやってとかあんなことやってとかそんなメッセージもぜひどしどし、はい、宛先ここまでお待ちしてます。出てますこれできるのいいっすよね、やっぱテレビは。そうですね、ここまでラジオ全然ないっすからね。あ、ぜひ来てくださいよ。行きたいっす。トレセンのバッコン F マリノストーク、はい、行きたいっす、はい、僕もバッコン言わせてくださいよ。来てくださいよ本当に、ええ、行きます。みんなどう、はい、行きたいです、行きたいです。もうなんか富澤清太郎しか来ない番組になっちゃってるね。そろそろ飽きてきたかなみたいな感じで、ええ、お邪魔しましょう。お邪魔したいですね。あ、ぜひ来てください、はい、はい。これからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。というわけでこの後また天野選手と触れ合ってください。天野選手ありがとうございました。ありがとうございます。あ、ハイタッチできるんだ。ハイタッチ、ちょっとここでですか。あ、ステージ上でハイタッチを皆さんとしたいと思います。ハイタッチでもロータッチでもね。